よし、こんにちは。なんかね、水をね、マリちゃんにあげることができるらしいから、ちょっとやってみる。アイテム使えますか？お、来た来た、あげる。ほら、飲んで。飲み水を渡した。ありがとう。おお、感謝してくれた。嬉しい。なんかさ、勝手にさ、フンが発動するんだけど、これもうコントローラーがいかれてるということでいいのかな。まあいいや、とりあえず工事現場の先に。うわあ、ひしゃげ方がすごいファンタジー。なんか勝手にさR1 ボタン押してないのにさ、 R1 ボタン押してる踏ん張りをたまに発動するんだけど、こいつちょっとコントローラーがいかれてる可能性があります。どこ行った？なんかすごい炎みたいな音がする。大丈夫か？大丈夫か？これ炎の音がえげつねえ。大丈夫か？炎みたいな音すんぞ。どこ行った？あの謎のおっさん、なんか落ちてる。これはお、救急セット。これ絶対いるでしょ。リュックにスペースがないですか？リュックにスペースがない。あ、とうとうリュック限界説。これどうするか。絆創膏よりも HP、 包帯ちょっと1個じゃあ使うか。包帯1個使って、あー、でもいっぱいあるな。困った。携帯ラジオ、ラジオを聞くことができる。ラジオいるだろうな。キーホルダー、鍵だろ。発煙と自分の場所を知らせることができる。いつ使うんだこれ。え、これあともう1個は、あ、ヘルメットだ。あ、装備しよう。装備装備しました。ザ・グラサンヘルメット。絶対やべえやつじゃん。これ1マスでいいのかな。よしよし、これでアイテムゲットしたから、よし、オッケー。マリちゃんどこ行った？まあいいか。よし、後ろにいるでしょう。そしたらこれもうちょい上に行かないといけないのかな。上行くべ。よいしょ。あ、いた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 。うわ、なんでこんなリーマンみたいな格好してんの、すげえ怖い。まあでもこのまま巻き込まれちゃったタイプの人だろうな。こんにちは。なんで距離感がすごい。困ってる人っていうのは、困ってる人っていうのは、ああ、困ってる人。あ、嘘じゃん。俺はあ、この先に行きたいんだが、どうも上の階と同時に動かさないとダメらしい。何そのなんかマリオシステムみたいな。ゲームでしかないよ。同時にボタンを押さないと進めないみたいな。ちょっと上に行ってくれ。ああ、そうだ、はあ、俺は陣内。陣内 B のカメラマンだ。記事もちょっとは書くがな。嫁さんは藤原紀香か。名前は三菱と。何そんな芸人みたいな自己紹介すんの。相沢です。二人合わせて相沢だな。はい、おい、ちょっと俺の名前も呼べよ、三菱って。頼んだぞ。はい、ここで地震が来ると厄介だからな。はい、分かった。これ上は、あ、もう上あんのか。え、お前が上行けよ。そしたら早く行ってきてくれよ、おい。マリちゃんは、マリちゃん残るの、このタイミングで。どうします、上にあるあれを外さないと進めないんですよね。もうやってこいって言う、遠回しにやってこいっていうのやめろよ。危ない。何、電車違う、風だ。どえげつねえ風が左耳だけを、俺の左耳を襲っている。どえげつねえ風が、危ない。おー、怖いよ。あれを動かさないといけないんだろう。あれ動かすにはどこから行けって？え、こっから行けっつってる？こっから行かない？これ死ぬだろ。こんな方から行ったら死んじゃうから。こっちか。え、どっから行くんだこれ？え、こっから行くの？もしかして。うわー、こっから行きそうだー。え、違うか。いや、こっから、登れなくない？だって。おお、頑張れ頑張れ頑張れ俺。ここじゃないか、ここじゃないか。いや、でもなんかすごい、あー、どうして、いや、そうか、そういくと、そういく感じか、そういく感じかな。あー、ここか、ここから登れるんだ。ここから登って、どっちにしてもかなり強いてくるな。俺への、ここまたげない、またげない。危ない危ない、うおー、いてー、死ぬ。おいじゃない、これ危ねえ、こっちか、あ、
ここも通れない。どこ行けっつんだ。おい、どこ行けっつんだよこれ。あ、こっちから行くのか。こっちか、こっちだ。すげえじゃん、すげえ、めちゃくちゃ遠回りさせるじゃん。じゃんじゅんじゅんじゃんじゅんじゃん。でこっち行って向こうか。こっから行けんのか。こっから、あ、でもここ、ここまたげないよな。え、ここ結局戻ってきたんだけど。あ、ぐるっと回ってこないといけなかったのか。ん、はてな、なに、開花にいる二人が何か。おい、しかし風が強くてよく聞き取れない。え、ところで君らなんで。聞こえてるじゃん。好きで逃げ遅れたんだ。え、俺のことが好きで逃げ遅れた。なんですか。俺はてっきりだからだと思ってな。そんな違いますよ。おい、そういえば三菱さん、そんな風に見えないけどな。はぁ、ちょっと待って、なんか俺のこと話してないか。俺のこと話してただろ今。気になる、棒が挟まっている。取り除きますか。まあ、取り除こう。陣内さんいいっすか。お、来たか。よし、動かすぞ。せーの。おお、めちゃくちゃ作業強いられたな。これ HP やばいんだけど。これ一回回復するか。これちょっと包帯だけ使おう。包帯、包帯を1個使おう。よし、これで体力は。え、あ、ごめんなさい、喉の渇きでした。すいません、体力を回復、今下のゲージを体力だと完全に思い込んでいるやつでした。すいませんでした、僕は喉が渇いていたんです。あ、これでもマリが飲んだ。あ、でも空になってるな。ちょっとやめましょう、やめましょう。好感度をわざわざ下げる必要はない。ごくごく美味しい。よし、喉の渇きゲッツ。危なー、うおー、痛ぇー。うわー、終わった。家帰れないんだが。家に帰れないんだが。どうすんのこれ。こっから、ここちょっとまたいだ方がいいよ。絶対になんか鉄骨にぶら下がる時とかよりは絶対いいと思うんだけれど。あ、なんか落ちてる。何これ。あ、これ何でもねえ。何でもない。何もなさない、俺は。俺は何もなせない男だった。あれ、こっちから行けないから、ここまたぐんかな。危なーい。うおー、うおー、おおー、おおー、こうわ。あ、これで行けるようになったのかもしれん。あ、これで行けるようになるんだ。ちょ、それも理解できないけれど。いて、大丈夫か。登って、大丈夫か。うわあ、危ねえ。くそ危ねえ。え、結局これ、何、帰れなくなったの俺。あ、と思ったら、結局ここの階段に戻ってきたよ、みたいな。ネズミの嫁入り。ただいま、あれ、陣内さん。陣内はどこ行った。先に行っちゃいましたよ。なんだよ。何かすごく急いでるみたいでしたけど。何が欲しかったんだよ。そうか、とにかく行こう。とにかく行こう。ちょっと、え、なんで距離感できてんの。やめろよ。は、私先に降りてもいいですか。あ、パンツ覗いてる、覗かれたんじゃないとか。そんなこと。え、嘘、どうしますか。先に行かせる自分がどうして。先に行っちゃ嫌なの。まあ、どうしては聞きたいよな。でもこういう時聞かずに行かせるのが男か。いや、なんでだよ。だってほら、はい、下から見られたりするの恥ずかしいじゃないですか。バレてた。先に行って、行って、行っていい、行っていい、ごめんな。でも実際に君は白を履いていたよ。切な、背中切な。悲しいよ俺は。こんな絶対絶命な都市で二人で生きていたのに、そんなショックだよ俺は。むしろ見せてくれるぐらいの、そのぐらいのあれがあってもいいんじゃないか。そんなこと言っちゃいけないな。逆に言うとさ、これで降りてる時にさ、危なーい。うわー、相沢まあ、うえ、腰が終わった。急に雨、思い出したような雨、急に思い出したような雨ねえ。うわ、もうボロカスじゃんここ、やっば。これどっち行くんだ。1,2,3,4 階があって、これ普通に1階降りたから外出りゃいいのかな。これ
よいしょ。こっちか。あ、水道ある。水道水道。別水道。この水は飲めそうだ。じゃあ、汲んでセーブするか。マリちゃんにもあげよう。飲みなさい。じゃあ、このちっちゃいやつをマリちゃん用にしようか。そういえば、そういえば、これ最初におっちゃんが飲んでたけど。まあ、ゆすいでるだろ、多分。ふう、ありがとう。ありがとう。よかったね。さて、どっちだ？こっちに行く方。逆かな？マリちゃん行きますよ。ここらへん、そんなカンテコンテンテテンみたいな音しないだろ、絶対。ここ登っても意味なさそう。完全に生きてる小学生。小学生、生きり小学生みたいな歩き方。うわ、どーしゃーぶりだな。これはやばいね。これ無理だろ。これ降りたら死ぬでしょ、絶対。いや、これはやばいって。一瞬で飲み込まれるよ、こんなの。一般家庭にはあまり使われてないような鉄筋だ。そう。それを俺にアピって何がしたかったんだ。私、先に降りますね。ん？何が？どこ？あ、これか。え、今後お前一生俺より先に降りるつもりなの？え、なんかすげえ悲しいんだけど。俺すげえ悲しいよ。マリちゃん。マリちゃん、こういうのって交互じゃない？だってさ、遊戯王カードだって攻撃と守りの二方向があるじゃん。だそういうところをさ、マリちゃん。で、しかもマリちゃんが先に降りたことによってさっきマリちゃん怪我しかけたじゃない？だそういうのってやっぱり俺が先に降りて危険を察知しないといけないわけじゃない。ね？な、あー！え？何？死んでる？ん？ん？ここの作業員のようだ。息絶えている。息絶えているってドラクエ以外で聞いたことねえよ。あ、すくって。マリちゃんもノーリアクションなのはちょっとやばいと思うよ。キャーとか。あ、もうすごい。もう心が。ちょっと待って。気まじい。マリちゃんのメンタリティ強すぎてちょっと気まじいわ。大丈夫か？なんか揺れが来そう。なんでこれ下降りたの？っていうか、外出ればいいじゃん。三菱。どうした？マリちゃん、マリちゃん、先に、一生先に、お前さ、相談しろよ。今回のはしご、私がもらいますね、ぐらいの。そのぐらいの、なんかさ、忖度いるじゃん。逆に、俺のお尻を見ようとしてるな、マリちゃん。いる、いる。距離感がバグってる。パシャー、パシャー、パシャー、パシャー。何やってんの？写メやめてください。写メやめてください。これ何ですか？声でけえ。あ、そうか、土砂。うん、水道管だ。水道管には見えないか。そうじゃなくて、なんで写真に撮ってるんですか？確かに。まあ、あんまり気にするな。なんか、どういうことだろう。この水がぶっ壊れてて、なんかこの建築は実はヤバ建築だったみたいな。そこの下通るのマジでなんか華厳の滝みたいな、華厳の滝ムーブみたいなことするけど、なんだろう、ここの下からなんかすごいヤバい施設にここが繋がってる入り口であったみたいな、そんなのある。よいしょ。処理が表。マリ大丈夫か？痛そうだけど。すごい大きな穴でじっと見ると、穴、大きな穴とか言うのやめなさい。やめなさい。いいですか？こんな時でもないと入れない場所もあるからな。おいおいおい。なるほど、今じゃこっそり入って見てんのか。あ、水道ある。水道あれ、この水は飲めそうだ。よしよし。これが普段入れない場所か。ここも入れない。あ、なんかアイテムっぽいのない？アイテム、アイテム、なんだあれ。アイテム、アイテム。これは救急キットだ。救急キットと何？絆創膏だ。絆創膏も救急キットも。これ救急キット多くない？あー、もうちょっと物が。そしたら包帯もでも使うほど体が痛くねえんだよな。使って救急セット入れよう。救急セットの方が絶対いるでしょ、こんな。よし、救急。あー、ダメだ。どうしよっかな。絆創膏は HP が回復する。いや、でも絆創膏より、絆創膏を使っちゃって、だ、救急セットって体力を完全に回復するんだぜ。なんだよ。あ、そっか、2マス使うのか、これもしかして。ダメだ、諦めるか。まあ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 、どうにかなるでしょう。本当？ごめんね、なんかそれ見逃したら詰むみたいなことがあったら本当に申し訳ないと思う。
陣内はめっちゃ一緒に来てくれるけど、マリちゃん一緒に来てくれない。危ない。何カットイン。失礼。え、お先に失礼みたいな。失礼じゃなくて早く。いや俺も行くよ。おしかも早くボイスお前使いましたな。急げ。なんで俺置いてくんだよ。三菱。わあ、階段終わった。階段が終わったからそっちからは逃げられないので、逆からから逃げないとまずい。待って、なんで二人とも先に行ったの。おかしいでしょ。え、マリちゃん早くない。足マリ、うん、ふん。待て。これでよし。これもうダッシュした方がいい場面か。これもしかして。急げ、うん、マリちゃんどういった。マリどっちだよ。切れそう。こっちじゃなくてちゃんと口頭で説明しろよ。あ、閉じられたんだが、え、やばくない。え、待って、時間がない。こっちか。ここだ。急いで。なんか音楽が完全に俺を焦り殺しに来てる。焦り殺される。危ね。焦り殺さないで俺のことを。待て。あ、階段そこ。危ない。おわ、階段が終わった。うおー、ちょ、これか。絶対これ乗る。音楽怖。ボスとは人間の作ったこういう建物のことであった。人間が一番の敵だったみたいな。あ、違う、これか。これだ。工事の機械みたいなやつに乗るんだ。工事の機械みたいなやつに乗って、待て、喉が怖すぎて喉が渇いてんな。ダッシュ。よし、オッケー。まあ、サスケー。よいしょ。オッケー、ナイス。で、どっちだ。ここに乗って。怖い。あ、これ左行けんな。こっちだ。これ、やばい。飛べ。三菱飛ぶんだ。飛べ。ダッシュだ、三菱。乗れ、三菱。絶対こっちだな。ちょっと待って、三菱、ここ降りると握手だと思う。こっちか。こっち、三菱、違うかもしれない。急ぎ三菱、ここか。出口で出れた。よかった。怖かった。わあ、終わりだ。さよならビル、グッバイビル。あー、ここはもう入れません。ここはもう入れませんですよみたいな。やーばー。なんでマリちゃん俺置いてったの。マリちゃんはこの地獄アトラクションを普通に超えることができたの。あ、これでさっきのやつと逆側になるからこっちか。うわ、ここやばそう。いや、うおーおーおーわー、うわ、やば。あー、しかもすごいラグい。頑張れ。プレステーション4が PS2 をエミュレーションするシステム。これもダッシュしよう。走れ。危ない。うわーわー、死ぬ。うおででんでんででんドゥドゥンドゥンダギン。危ない。あー、え、今の死んだんか。くそー、なんだよ。今の左のやつが倒れてくんだな。ドゥダンダンディダン。あ、ここ死ぬほどエミュレーションが重くなるところだ。頑張れプレイステーション3。ここはかわして、これ左側走って、で柱が2本倒れてくるので、柱が倒れたところを抜けていって、ジャンプ、グハーいてちょ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 、マリちゃん俺も入れて、マリちゃん俺も入れて。あぶねえ、絶対絶命都市だったわ。あぶねえ、この地獄みてえなビル。マリちゃん、なんでこけてん。君ら、これからどうするんだ。はい、どこか行く当てあるのか。ナイス。助けて。ラジオで島の中央に避難した。あ、そうか、あるわ。やっぱあったわ。中央か。はい。なら、さつき公園だな。さつき公園。広い場所ならそこしかないな。あ、じゃあさつき公園行けばいいのか。よし、はいはい。途中まで案内してやるよ。え、めっちゃ優しい。取材でこの辺りは一通り回ったからな。なんで途中までなの。地震の後の道を知ってるから便利だぞ。え、便利。なぜかタバコ吸い続けてるけど、これ雨の時ってタバコってつくの。その代わり。はん。また何かあったら手伝ってくれよ。これなんか外国版だと飴舐めさせられそう。そういうことか。何それ。まあ、いや、てか今の九死に一生得たのに三菱一切。あ、お前また傘さして。お前かい、あ、うそー、入れてくれる傘。え、好き。え、嘘。あ、
嘘つき。でも基本的に自分でしか刺さないところは嫌い。嘘、ちょっとキュンと来てしまった。はい、飲みな。はい、どうぞ。飲み水を渡した。ふう、ありがとう。ありがとう。いいんだよ。これ陣内も飲みたい？お前も飲みたいか？お前も飲みたいか？飲みたいならいいよ。あーでもお前と関節、まあいいか、しょうがない、有事の際だし。あげられない。え、陣内はいらないの？え、ちょ、これごめん、向きが違ってて陣内にあげられないとかわいそう。アイテム使えますか？あ、いらないんだ。陣内は体で、自分の体から錬成するんだ、水を。錬成人水、水を。何言ってんだ俺。ちょっと待って。キサラギ通りで、こっちが、ここはもうおしめのやつか。じゃあこれまっすぐ行って左か。ん？まっすぐ行って左？こっちでいいのか？ちょっと待って。三角形で、こっち行って左か。なんか影怖。影怖。あー、陣内と、はははは、物上。陣内なんか、なんかインテリヤクザみたいな顔してるな。失礼なこと言ったな、今。あの、でもアウトレイジに出てきそう。会計とかやってそう。稼量だっけ？会計めっちゃやってそう。こっちか、そしたら。こっち行っていいのか？大丈夫か？大丈夫かこれって、お前道知ってるとか言ってただろ。なんで、なんでマリちゃんはワープしてんだよ、それはそれで。これ大丈夫、泥水じゃない？あ、飲めそうだ、よしよし、じゃあこれでセーブ。これは、あ、はしご車から行く感じ、ちょっとワクワクしちゃうじゃん。これ大丈夫、マリちゃんとか登れる？うわー、これバイオハザード RE3 で見たことある。大丈夫これ、大丈夫これ、風がすごいよ。え、待って、これ大丈夫？断崖絶壁じゃない？断崖絶壁、わーお。大丈夫これ行っちゃって、みんなついてきてる？このはしご車、なぜここだけ奇跡的に割れてるの？奇跡的な割れで、バキャンブーンとか言ったけど大丈夫か？写真撮ってない？あいつやべえ、こいつこのまま死ぬんかな、わらみたいな。うわーすげえ、ビル、あ、ここで救助やってたんだ。え、なんで俺だけしか来てないの？え、嘘でしょ、なんで俺だけしか来てないの？切れそう。なんで俺だけしか来てないの？なにこれ。あ、この水は飲め、ここも給水ポイントなの？すげえな。なんかこういうのって大体麦茶とか入ってるから、麦茶を補給したとかならないの？ここはオフィス無糖、無糖、無糖ビルだ、ここ無糖ビル。甘くはないんだよ。俺もう親父になったんかな、なんかこういうギャグを、こういうギャグをゲーム中、あ、でも行けない、上にしか行けないのか。え、なんで俺、この危険作業、なんか俺一人でやってるけど、これ合ってる？これ俺マジで合ってる？これ。登るね、登るね。シャニムに登るね。7階まで来た。7階が一番上か？こういうビルって高えからな。言って、思ったより。こっちか。これ、俺何をしてるんだ今。雨水が、タレを、あ、ん？あ？なんだこれ。部屋の隅に瓦礫が積もっている。ということは穴が開いているということか？ん？瓦礫が積もっている。はぁ、あ。で、嘘でしょ？はっ、いきなりミッションインポッシブルになった。何やってんの俺何やってんの、これ合ってんのこれ。トゥッツ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 、不審者なんだけど危ない。そんな感じで踏ん張るの？それ絶対踏ん張れてないよ。絶対踏ん張れてないでしょそれ。だって手パーだよお前。手パーにしながら踏ん張るやつこの世にいるか？絶対踏ん張るときは手はグーなんだよ。なんかこれ合ってんの俺何しようとしてんの？あ、これ先に行ってあげて、なんか道を通してあげる感じか。え、怖っ、こっち大丈夫？危ねえ、罠じゃん。俺にしかの、あ、なんかある。これは包帯、もう入らないんだよね。あ、包帯使う、あとこれなんだ、これ何、クラッカー、大阪名物クラッカー、これなんだ。絆創膏入る？お、入った、 OK。 これは、あ、高級そうなリュック、リュックがアップグレードされる、やったー。高級じゃないリュックを置いていったな。これでリュックの量が、あー、容量が増えた、すげえ。何がどう入ってるかあんまり分かんないけど、まあ、勝手に入れてくれてるからいいか。よし、じゃあこれで救急キットが出てきても安心だな。これもっと登っていっていいの？なんか勝手に一人で行って、あいつ何やってんのって味方がドン引きしてる可能性があるけど、これ何、
週刊激写6月6日号そんな頻繁に出てんの？あ、週1で出るか。でも見てみるか。激写読む、激写これか。首都高の光と影、人工島の可能性を開拓した首都高ですが、一部官僚の思うがままにすることも可能なのだ。ハニカム計算工法、何それ。口に出して読みたい日本語やめろ。売り込むための首都島という、金は切り離せない。完成してそれほど経ってない首都島であるが、その裏ではすでに熾烈な利権争い。いや、よくあるよね、利権争い。俺よ、利権ってなんだかよく分かってないけど、なんかよく言うよね。避難経路図、あ、やった、地図じゃん。よし、オッケー。で、これは導きエンジェル。あ、これコンパスか。あー、導きエンジェルが導いてくれる。これ歴代で一番微妙だわ。あとは、うわ、こうわ、これ会社こうなったらもう出勤できないじゃん。困った、困っちゃうな、出勤できない。こっち行けないか。あ、なんだこれ、非常口をひしゃげてて開きそうにない。あ、ここに非常口があるということは上にもあるということかではなく、あ、これあれか、この下に瓦礫あったもんな。はい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 、あるということはのあと言えよ。俺が察しがいいと思うのよ。あ、でもこれ以上上行けないのか。あ、じゃあ下んとこのあそこ見んのか。じゃあさっきの細いとこもう一回戻んないといけないの。ミッションインポッシブル再びなのこれ、めんどくせえ。テッツ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 ティティティッツティッツティ。いや、俺さ、ミッションインポッシブルさ全部見たのよ、アマゾンプライムにあるからさ見たんだけど、結構面白くてさ、でもやっぱり1が一番面白かったのと、2はすごい俺の好みのお姉さんがヒロインだったんだけど、なんかそのヒロインのお姉さんが3とかで全くなかったことにされてんのがすごい嫌だったんだよね。あのお姉さんクソ美人じゃね、2のヒロインの人で。あとなんか主人公がさ、すんげえ勢いでその女の人に手出すのよ。それがもうマジで悔しくてさ。これでここじゃね、瓦礫の下を調べてみた。あー、非常口下の階に降りるためのものだ。あー、オッケーオッケーオッケーね。あ、なるほど、先にこじ開けた。こじ開けた。あー、スポンって入った。スポンポンスポポンポンスポン。あ、これでみんなと合流できるのかな。あ、違ったわ。急な静けさ怖。急な静けさ怖。大丈夫これ。急な静けさ、やめて。わー、さよな、おお、怖え。なんだよマジで、危な。これ飛び降りたらやばいだろ。あ、こっち行くんか、こっちか。急に静か。あ、これで段階を追って降りていくのか。違うな、これ絶対飛び降りたら死ぬわ。こっち、このなんか画面の操作が急に下手くそになるのやめろ。あ、こっちかな。あ、こっからいけるわ。おー、すげえ。あ、何、急な歩幅前進。あ、これ FPS 視点苦手な人に考慮して1秒しか。なんだ、おじい、なんかおじい倒れてる。あ、痛い痛い痛い、おじい。この通りでな。めちゃくちゃ落ち着いてる。と手伝ってくれ、アガサ博士。何か道具を持っていないか。あ、おじいとおばあ、いえ、抜くやつはないな。近くに救助隊とかはいないのか。ああ。君一人か。なんでそんな絶望するの。やめてよ。ごめんね。なんだ貴様。なん勝手に取り寄って。訴えるぞ。陣内。いやー、すいません。職業が。陣内、お前。隣に不審者いるぞ。置いてかないで。相沢よく来たな、ここまで。マリー、マリッペ。お前さん、マスコミか。マスコミか。ああ、はい、もうマスコミ&マスコミなんだよな。じゃあよく聞け。お、何、今から言うことを記事にしろ。ああ、すごい、なんかわしが開発したカマキリ型。この島は欠陥品だ。お、穴が空きすぎとる。はあ、はあ、はあ、穴、それで埋め立てで結構突貫でやったんだな。地下の調節池のことだ。はいはい、場所と構造に問題がある。ああ、だからこんなになっちゃったのか。なるほどなるほど。国の監督不十分もあるが、うん、あるか。
あ、これ一番の問題は工事責任者の独断が原因だ。それだな、絶対それっぽいわ。その責任者の名前は、名前は高原建設の新崎だ。新崎、もろで、もろだし。なんでピクってしたの。おい、今怪しいぞマリ。わかりました、マリ怪しいぞ、マリ知ってるぞ。頼んだぞ、剣崎のこと知ってたぞ今マリ。はい、ああもう一枚取っときますか。それはちょっと勝手にしろ。あ、それはいいんだ、写真撮っていいんだいや隣の嫁さんがかわいそすぎるだろ、写真撮るなよ。この人は村田っていう法律家、首都党相手に何件か裁判を担当してる。ああ、本当は資料だけ見られればよかったんだがな、本人に話を聞いたのは運が良かった。村田てんてんて、村田嫁、村田妻。ああそうだよな、辛いよな。おお、だって旦那さんがこんなになってたら辛いよ。ここで一晩過ごしたんでしょうね。なんで一言なんだよ、話しかけろよ。大変だったでしょうね、なんで一言なんだよお前よくないとこ出てるぞそれマリー、マリーそれよくないとこだよあ、なんかいっぱいある資料。ここにも物が載っていて飽きそうにない。困ったものだじゃなくてさ、絶対資料だよ。住民からの相談1、じゃあ住民からの相談2だな。あ、ここで首都党に相手取ってんのに首都党に事務所を構えていたの、それってなんかすごくない。なんかだってショッカーの基地内で仮面ライダー開発したみたいな感じでしょ。まあそれちょっと微妙か。避難経路図、避難経路図、現在地、あ、非常降下口があるのか、下に降りるための道が、はいはい。住民からの相談、強い雨の降った日には地面からかすかにうなるような音が聞こえてくる。こうわ、住民からその、うなりは一部の地域では振動と呼ばれると強烈であり、首都党を相手取った訴訟を起こすつもりであるということ。ああ、なるほどね。なんか、じゃあ、ショットガンみたいなやつ持ってるやつ、あれじゃね？ガリデデデデデ。そこの鍵なら、はい。こっちの部屋の机に予備がありますから、はい。使ってもらっていいですよ。めっちゃ優しいじゃん。ダキダキディン、ちょ、やめろ、アピールのやめろ、あっこねえな、あっこねえなみたいなアピールのやめろってこっちか、よいしょ、あ、ちょ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 、このままこっちの部屋に予備があるから、あ、こっちか、こっからかがんでいかないといけない。大丈夫か、落ちんなよ、絶対に落ちんなよ。これかなんでこのネズミ、老人と子供の写真。アイテム取りますか、これ何、負債のあれか。あ、事務所の鍵、アイテム取りますか、取ったわ。でつでつでつ、あ、住民、あ、違う、首都庁調査結果、これなんだ、首都庁の調査結果っぽいななんだその初めてかゲーム実況。老人と子供、楽しそうな子供と老夫婦、しかし地震のせいでガラスが割れてしまっている。首都庁には、雨水対策用の貯水池があるが、排出者に振動が発生する。やべえじゃん、そのせいだ。だ、雨と地震とかもフルマックスやばい状態なんだな、これ。これ写真撮ってきてあげたよ。あ、俺めちゃくちゃ喉渇いてるわ。大丈夫かな。まあいいや、ちょっと、おばちゃんにあげよう、お礼に。カニは見つかりましたか？あったあったあった。この写真は、手に入れた写真を渡しますか？はい、あげる。ありがとうございます。あ、いいんですよ、別に。お孫さんですか？お孫さんだな。はい、今年うわ、それつらいな。大丈夫、首都高小学校に遊園地行こうって、ね、行けるよ、大丈夫だよ、行けるから。そうか、行けるよ、大丈夫だって。約束してたな、大丈夫だって、行けるよ。あ、待って、水がびっくり、何、ヘリコプター、やばい、違う、それ絶対ショットガン。あなた、あ、絶対助からない、助からない、絶対助からない、絶対助からない、ショットガンも、はい、どなたか呼んできてもらえませんか。え、やばいでしょこれ、いいよ、よろしくお願いします。え、いいけどさ、絶対やばくないこれ、絶対やばいし、水飲むし。じゃあ、また次回。